今回紹介するのは別の言葉でという本です40歳を過ぎて経験する新しいこと文学と人生を語る初めてのエッセイ夫と息子たちと共にローマに移住したラヒリはたどたどしいイタリア語で秘密の日記をつづり始めるベンガル語と英語2つの「 母語を離れて得た自由小編小説に編押す著者がイタリア語で書いた初めてのエッセイ集である21のエッセイとエッセイのメタファーになっている2つの短編各作品が大河になり読者の胸に迫ってくるエッセイの一つである三角形に習うとイタリア語習得への険しい童貞言語の持つ不可思議さへの戸惑い自分自身の 存在感をどうすれば明確にできるかという3編についての評論集でもある重量感があり読み終えると著者の長編小説を読んだ後のように心地よい疲労感と安堵感を味わえる表紙の少女の写真がこの作品を象徴している少女が勇気を出して飛翔しようとしている水路は作品中の小さな湖でありそれが 対応となり自分の返信に変遷する以上興味のある方は実際の商品を amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします